皆様こんにちは、お元気に。私の能登半島旅行の映像を楽しんでいらっしゃいますか？皆様がこう願文とかね、能登半島に行こうかなと思った時にぜひ参考になさってください。それでは今回はですね、願文で、前回の終わりが願文で YouTube の自撮りをしたところまででしたので、また願文の様子をね少し映して、そして、駐車場の方までね行く映像も階段登ったりするところお見せします。願文ですね。能登半島願文、これですね。もう夕方だからね、寂しいもんですよ。でもこういうところで踊ると気持ちいいですね。しかも夕暮れのね、すごい寂しい悲しい時間帯ですからね、私大好きです。さあ登って帰りますわよ。みんな見てるけど、滝がある。縦にした方が臨場感あるわね。怖い怖いなこれ。さあもう帰るからね、駐車場まで一気に。どっち行けばいいのかな。こっち行こうかな。坂道偉い、トレーニング不足や。枯れた彼岸花からオレンジの彼岸花。ここやがな、あのオートバイが倒れてたというとこは。
これであれだわ。あ、違うかな。あ、駐車場ここやもんね。はあ、ここ、これ駐車場だもんね。じゃあここでね、これもう店やめちゃったんですね。じゃあここでお別れね。岩門から10月8日4時半。じゃあ行きますね。今度運転席でね、ちょっとこうね、もうね、中国人の人とかね、あなたたくさんいらっしゃるのよね。リクエスト多かったからね、こうやってね、帰り道どっちかな。こっちから出ればいいのかな、これ。こっち行っちゃおうかな、こっちの方がいいな。あれでも向こうから来たんだよね。まあいいか。ね、今度はね、あのリクエスト多かったから運転席ね。あー疲れた。もう宿へあれだけどね、どんな感じでね運転してるか。今度はあの見えないもんね。前はね、みんなはね、金沢の方、鹿町の方ね、宿まで一直線20分ぐらいかな。宿まで行くんだけども、夕方だから結構早く行けるから20分。東華堂のね、社長のだんだん上手くなってるかな、ね、皆さん今ここで、これはね絶対おすすめです。これジャパネット高田の社長だけど、似てねえな全然な。疲れたわ。しかしガンモン、そうそう、ここの道がね、ここの店みんな見えてない、これね。うん、だからあの僕しか見えてないけど、あのここからね、さっき曲がったんだけど、こう昔ラーメン食べたけど懐かしいな。年寄りだよね、こうやって。もうその今ね、あの昔来たよねとかいうのはね、来たよねとかね。まあめちゃくちゃ汗かいたわ。ちょっと真剣暑いわ。あなた今10月8日のね、午後4時半で、深夜0時からだから4時半っていうことは16時半じゃない。だから16時間あんたほとんど運転してるのよ。まあ食事したりね、お寿司屋にいたけどね、賞味14時間ぐらいかな。そうだね、13時間ぐらい運転し進めね。でものんびり走ってるからね。あんまり今見てなかったけど、道どっちか知らねえ、まっすぐだな多分な。変なとこ行っちゃうとまたね、ガンモに戻ってきちゃうからね。だけどもう運転してる僕を見てってね、今信号待ちだけどね、運転してる僕を見てても面白くないでしょ。だからまたね、戻しますけどね、もうちょっとだけお相手しましょうか、皆様の。額は眩しいでしょ、あなた髪の毛少なくなってきたからね。最近 YouTube やるときももうめんどくさいの、帽子かぶるのね。帽子かぶってサングラスするのもね、飽きちゃった。
だから素顔でやるのね。ふう。じゃあね、あと3分ぐらいしたらね、もう早くでも宿行かなきゃね。ああ、前にねすごい風力発電の見えるけど、あなたたちには見えないよね、あんたたちにはね。すごいなこれ。怖すごいすごい。本当はね、止めて撮影したいんだけどね、危ないからね、こんな変なとこに止めたらね。ちょっとだけ止めようかな。ここで、ね、じゃあちょうどね、映像もちょっと直すわね。じゃあ宿まで出発ね。後ろ OK、 右 OK、 左 OK。 運転本当に危ないからね、ちょっとでもね油断しちゃうと、そのあれだもんね。あー、風車見えるかな、風力発電の。すごいなこれ。うわー、すごいなこれ。3機も4機もね回ってるけど、ちょっとすごすぎ。怖いわ。大きい、ゴジラの映画みたい。よう倒れんな、あんなの。でも前倒れたのあったんだよね、一回ね、新聞に見たけども、10年ぐらい前かな。ね、もう早く夜ね、今なんかライトつけちゃったね。早くね行かないと、もうねご飯なくなっちゃうといけないからね。まあ20分ぐらいなら大丈夫だな多分。何キロあるんかな。とにかくね、慎重に運転。うん、もうね、とにかく危ない、車は本当に危ない。まあこれ羽咋の方にまっすぐ多分行けばいいので、さっきのようにあれだもんね、岡崎荘とかの赤住海岸とか経由しなくても大丈夫だよね。経由するとね、ちょっと遠回りになっちゃうからね。結局249からね、西区国道249号線から外れることになっちゃうからね。これはだからもう外れないでまっすぐ直通だからね。蚊に食われたのかしらね、首がかゆいわ。もう映像って言ってもね、このままよ、ほとんどこの風景だけ。なんか何にももうね、幽霊とか出てこない。だから本当にね、まあ、私のトークをね、このとろくっさいトークをね楽しみにしてる人はいいんだけど、そうじゃない人はね、もうつまんないからね。ただね、まあ、静かにね、こういう景色をぼーっとね、本当に自分が運転してるようにね、1時間でも2時間でもこうやってぼーっとね、音楽聴いてるように景色をね浴びて、景色をこの見る、景色のシャワーね浴びたいという人はね、音を消してミュートにしてね、で見るという手もあるわね。だってこんなとこね、急に来れないじゃない。まあ能登に住んでる人はいいけどね、愛知県民とか東京の人が能登に行こうと思っても来れないから、私のこの YouTube 動画を見れば、自分でね見たら運転してるように思えて、税込み 49,800 円。すぐ東華堂のね、北社長にね、なんか冗談半分で言ってるとね、上手くなっちゃうね。本家本元ちょっと見たいな。宿へ帰ったら見て練習しよう。全然ね、でもまともに見たことないんだよね。時々深夜やってるの見たんだけど、ま、その真似しようなんて思ってないものね。やっぱあれかな、ジャパネット高田の高田社長は金切り声を上げるようなね、皆さんこの時はですね、これをね、ここです、この機能注目してください。やっぱり似てねえけどね、こういう感じなんだけど、そういうの意識してんのかな。甘いような声で、北社長はね、そんな金切り声じゃないんだね。つけてプリンターもつけて、松前漬け白のも、松前漬け白ってあるかな、松前漬け白味噌のもつけて、しかもさらにもう一袋つけちゃって、
本来なら15万のところを9万8500円こんな感じかな。まあ、ちょっとあのあれだね、手前味噌っていうか自画自賛だけどね、うまくなったような気がするねえ、まあね、私の人生悲しみにあの塗られてるからね、こんなあのチャラいことを言っとっていいのかしらっていうね、こんな幸せな時間をね、お笑いの時間を持ってていいかなっていうのがあるね。本当にね、もうトワイライトゾーンっていうかね、だって今朝明け方もこんな感じだったもんね。今日はだから一日中あの平均して曇り指数がね、普通だったらほら晴れたりとかさ、で曇ってね、さらになんかちょっと小雨が降ったりするじゃない。あと曇り指数っていうのが90になったり20になったり 57.5 になったりね、急に小数点になったり変動するんだけど、今日はねもう全然83 曇り指数、曇りインデックスがね、もう朝から晩まで83でいって3っていうのが何かちょっと80、もっと正確に言うと 83.75 そんなこと言ってるとなんか道が分かんなくなっちゃう。あれ西区曲がらない感じで、よかったわ、気がつかずにまっすぐ行っちゃったら悲惨だわよあんた。ねえ、よしよしよし、これで249はねこう曲がるわけ、景色ほとんど変わらないでしょほらね。ああでも宿行ったらどうしよう、もう5時だもんね、もうすぐ暗くなっちゃう、もう秋だから。夏だったらね、あなた7時ぐらいまで明るいわけよ。海、また海行ってね、泳いじゃう、ってかもう泳いでないからね、最近海怖いもんね、海泳いでない、首かゆいわ、これ蚊に食われたわ、あー疲れたわ正直それで何の話してたのかしらねあんたあーそうそう、あのだから宿に着いて夏だったら7時までね、だから今はだから4時半なわけね、覚えたあんた、4時37分ね、4時37これだわよ、これこんなにすごく回ってるのよ、風力発電のが。これ道路すごい巨大、 SF 映画見てるみたいでしょ、怖い。はい、皆様ご視聴誠にありがとうございました。いつもね20分くらいと言って結構27分になったりするじゃねえかというお叱りのメールなどをねちょっといただきましたので、今回はもうあっさり、18分ぐらいのところで終わりにします。次回いよいよですね、その私の超おすすめ民宿月見草園ね、ここに到着したところからご飯の様子などをね、お見せしたいと思います。大公開、もうね全部素顔から何までね、お風呂まで公開してしまいますよ。ではチャンネル登録よろピクピク。